はい、皆さんこんにちは、スピチューブです。今回はね、昆虫食について、お話ししようかなと思います。苦手な方はここでストップ。はい、昆虫食の開始です。はい、で昆虫食なんですが、栄養学的においては乾燥重量の 50% がタンパク質で、ミネラル分も含まれるということで、非常に健康な食材として食べられているというか、知られているわけですよね。はい、で今現在でも昆虫食をね、食べている地域、アジアでは29カ国、北南アメリカでは23カ国、アフリカでは36カ国が食べているということです。もちろん日本でもね、食べられていたのですが、今現在はそれほどね、食べることもなく、群馬県、長野県、岐阜県、宮崎県の一部の地域において、食文化として現存しているそうです。はい、2008年現在、ハチノコ、イナゴの缶詰はともに1トン弱、カイコのサナギ300キロなどなど製造されている記録があるみたいですね。はい、というわけでね、今回、YouTuber のね、ちゃんけさんと一緒に虫を食べていこうという企画です。皆さんよろしくお願いしますね。買ってきたコオロギコオロギっすよ。これね、これです。コオロギ、タイ、原産国タイって書いてますね。店員さん曰く、なんか塩のスナック菓子みたいなもんで聞きましたね。早速開けてみますか。どうね、一回コオロギ食べたことあったけど、どうでした？スナックじゃなかったような気がするけど、コオロギスナック、ちょっと出してみます。ちょっと出して、出しますね、コオロギ。はい、どうなってんだろう。すごっ、気持ち悪い。チャンキさん、チャンキさんノルマじゃ1人30匹ぐらいですかね。チャンキさん行きましょうか、うん、キモいっすねこれ。うん、美味しい。全部いけるっすか。え？もうこういったら何食べてるかわからんわ。コオロギタピオね、どんどん。これタピオカといったらね、僕なんで。うん、ちょっとプリプリしますね、水分含んだ、ね、ちょっとうわ、タピオカ飲んだ後みたいな、うん、あジャンケさん、ほんまに。全部食べるんですか。氷が邪魔。虫が落ちた。はい、ということでね、完食しました。ジャンケさん、ありがとうございました。はい、ということでゲイルさんとね、完食しました。まあね、ほとんどゲイルさんが食べてくれたんですけど、まだ口の中残ってるわ。口の中に多分歯の間に V ごとに挟まってますけど、多分これ集めたら2匹ぐらいになります。はい、ということでね、昆虫食やばいな。まあいいや。
多分これ自体は多分塩の味しか、塩の味とちょっとなんていうの、漢方みたいなちょっと癖がある匂いがするんですけどね、うん、もう素揚げしてちょっと塩で、多分これチョコつけたら多分ね、普通のチョコボールみたいな感じですか。チャンギさんもう一回いきますか、チョコボール。もう一緒。もういい。ランチ、ランチいける、一人ランチいける、これ1200円。ほんまや、結構いいランチいける。うん、カニのランチいける。すごいな、健康になるかな、これで。まあちょっとじゃあ、違うとこ行きます。よし、お疲れ様でした。お疲れ様です。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。